教育実習の条件に採用試験の受験を求めていたことが分かりました。愛知県と名古屋市の教育委員会によると、教育実習を小中学校で受け入れる際、県内や名古屋市で教員採用試験を受ける意思があるか、事前に書類で回答させていたということです。教職への強い意思を持った学生を受け入れる目的だったとしていて、愛知県はすでに廃止したとしていますが、同様の条件を設けている名古屋市は今後検討すると述べるにとどまっています。文部科学省によると、こうした条件を設ける自治体は珍しく、法令違反ではないが、学生の機会を狭めている可能性があると指摘しています。